中年オタッキーです。外はね、あいにくの天気なんですね。窓ガラスのあたり見たらわかるかもしれませんが、そんなわけでね、ここのとこちょっと続けていたあの Vlog スタートはちょっと停止ということですがね、ちょっと雨の中撮ってもしょうがないんですね。でね、Vlog なんですけども、現在ね、Vlog だけってやつを制作中です。ちゃんとできるかどうかまだわかんないんですけど、で公開はね、一応その番外編ということになるんで、中年オタッキーの単車で GO の方、つまりサブチャンネルの方で公開しますので、もしねよろしければサブチャンネルの方ね、でチャンネル登録してお待ちください。僕の日常のね、風景、車をトラックを運転して荷物を運んで走っている動画にする予定ですので、興味がある方はぜひね先にちょっとチャンネル登録して、また公開したらね言いますけども、チャンネル登録してたらね公開されたら自動的に入ってくるんでまあチャンネル登録が全然増えてないんで増やすという意図も実はあるんですけど、まあそんなわけで、チャンネル登録よろしくです。で今日は、このカメラの紹介になっていきますね。これはいはい、メカメカしい一眼レフカメラ。これね、ミノルタの XE というカメラになりますね。55mm の F1.7 だったかな、のレンズを つけてね、今回使用したフィルムがね、イルフォードのデルタ100。ちょっと贅沢なフィルムで撮ってきました。まぁ、ちょっと贅沢なフィルムつっても、ドリームロコモティブ様にいただいたものになるんですけど、本当にありがとうございます。そんなわけで、ここから動画スタートして参ります。はい、今回紹介するこのミノルタの XE なんですけどもね、なんとね、ウィキペディアにね、データが記載がありますね。ミノルタ XE として知られている XE1 ヨーロッパ、XE7 北米という名前になってですね、マニュアルフォーカス 35mm 一眼レフレックスカメラ、日本のミノルタによって1974年から77年の間に製造、これはライカカメラとのコラボレーションであり、ライカ R3 と多くの類似点がありますということですね。で、XE は1000分の1秒から4秒の露出時間に加えて、バルブ設定をサポートするライツコパル電子、垂直移動金属ブレードフォーカルプレーンシャッターを使用します。絞り優先自動露出モード、シャッター速度が無段階に変化、マニュアルモードではシャッタースピードは全絞り単位で、選択されます。このカメラでは、シャッターラグは、38ms と非常に短く、メーカー問わず一眼レフとしては最高ですということを書いてありますね。本当にね、シャッターのタイムラグ恐ろしく短いで、これ伝えれるかな？伝えれねえな。これは難しい。もう本当にね、押してるのが早いのか、ね、シャッター切るのが早いのかぐらいのね、感触があります。本当ダイレクト感満点ですね。これは知らなかったです。こんなにシャッター、レリーズタイムラグが短いっていうのは知らなかったです。これは多分ね、ライカ R8 とその、同時開発したカメラということで多くの共通点を持っているということで、まあライカにするんだからやっぱりちょっと中途半端なものにはダメだぞと、そういうことなんでしょうね。で、もうその感触がね、まずね、その、巻き上げの感触がね、ミノルタ XD もなかなかなんですけど、さらにこの上を行くこの滑らかな感触、やはりライカとね、そのライカになると、いうことを考えられて、もしかしたら作られてるのかな、ものすごい滑らかな感触になります。で、一応ね、こんな見た目ね、そのメカメカしい感じですけど、電子シャッターになってまして、これ背面にね、ピント合うかな、ここにね、スイッチがあるんですけど、これ、オン、オフスイッチですね。ここで電源をオン、オフする。オフにするともうシャッターボタンは下がりません。で、オンにするとシャッターボタンが巻き上げたら下がるようになりますね。巻き上げないと下がりませんね、これね。で、レンズはね、ロコール MC マウントのレンズを採用する、ことになりますけど、ちょっとね、変わったところにね、ここにでロック解除ボタンがあります。よいしょ、やった。
で、こんな感じですね。ここについてるのが、ニコンのガチャガチャと同じ。これで絞りをカメラにね、絞り値を伝える構造になってますね。まあ、フォーカルプレーンシャッター、メカニカルフォーカルプレーンシャッターですね。で、蓋を開けますと、よっ。はい、縦走りのメカニカルフォーカルプレーンシャッターなんですけどね。これね、金属膜としては結構上質な音です。かなりいい音がしますね。これいい音だから、この音に惚れてるっていう人も結構いるカメラになると思います。ただその、シャッタースピード1000分の1で、シャッター膜が開かないトラブル、稀に開かないトラブルがあるカメラになるらしいですね。結構多いらしいです。僕のはちゃんと開いてますけど、そういうトラブルが出やすいカメラになっているらしいですね。ね、発売当時の価格は残念ながらね、ないんですね。ないね、やはりないね。発売時期はね、1974年から77年ということで、昭和にすると49年から52年にかけて製造されたカメラになるみたいですね。で、今回ね、撮影に使用したレンズ、これミノルタレンズ、メイドインジャパン、MC6COL PF、55mm F1.7、単焦点 55mm F1.7 のレンズになります。これもね、同じくね、ダムおさるモン吉2さんから、このカメラもね、レンズもね、いただいたものになりますね。本当にありがとうございます。でね、今回はその、イルフォードデルタ100、これもいただきますけど、を使用してね、撮影してまいりました。これがなかなかの写りになっています。ここから作例です。はい、作例ですが、ちょっと今日はね、ゆっくり見ていただきましょうか。もう1枚目からなかなかの写真になってると思いますが、このレンズのボケの素晴らしさ、解像度の高さ、お分かりになりますかね。まあ、こちらはちょっとアンダー目に撮ったんですが、光の強いとこと、シャドウの部分いい感じに出ておりますね。これもね、これは開放ですけどね、背景ボケが綺麗なのは分かります。で、絞り F8 で、撮ったらこんな感じでめちゃくちゃシャープに映るんですね。もうこのね、解像度とね、その背景ボケの美しさを両立したレンズということで、もうこれもかなり改造してるのがわかると思いますが、素晴らしいレンズになっておりますね。まあ、フィルムの良さもね、今回は出ているとは思うんですけどもね。で、強い光を食らった時はね、一応ね、ゴーストフレアとかが出るみたいですね。これ、斜めにね、円形状のゴーストが出ております。もしかしたら日常になったかもしれないですね。暗いところで撮っても明るいところで撮っても比較的解像は豊かですね。解像度も高い、これ申し分ないレンズになっていますね。この写真もそうですが、ちょっと直接光が入る、画面では現代のレンズに比べるとやはりフレアが広がってしまいますが、ね、この写真なんかね、もう本当にね、ディテールが素晴らしく出ていると思います。この写真もね、ちょっと、ディテールがどんなかなって感じでね、撮ったんで、これは 5.6 ですね。で、この写真も 5.6 ですが、なかなかの写り、解像度になってますね。こちらも絞り 5.6 で撮っております。めちゃめちゃ近いところにフォーカスを合わせたらこうなりましたね。ちょっと今日ゆっくりね、作例を紹介しましたがね、このレンズもなかなかの写り。だいたいね、その、明るいレンズって言ったら 50mmF1.4 とかいうね、イメージがありまして、で、これは 55mm の F1.7。まあ、55mm って言ったらね、ペンタックスのね、スーパータクマとか、SMC タクマを連想される方も多いと思います。あれはね、55mm の F1.8 ですけど、背景ボケはね、ペンタックスのね、タクマすごいらしいんですけど、解像度はもう一つだったんですが、こちらは解像度も出てますね。これすごい解像度で出ています。ただね、
ね、流通がね、少ないんですね。もうミノルタのレンズいいって分かってるんで、オールドレンズでね、ミラーレスカメラとかに移植する人がね、買い漁ってるんですね。なかなかね、出物はないんですけど、出たらね、まあまあの値段はしていくと思う。ちょっと調べてないんですけど、結構な値段はすると思うんですけど、このレンズなかなかです。もしね、チャンスがあればゲットということですね。でもカメラはね、もう申し分ないです。本当にね、ちょっと重たいですが、非常にね、操作感も良く、楽しい、撮影ができます。また見た目もかっこいいですしね、このね、なんだか、ペンタプリズム、ここはね、一応樹脂、プラスチックなんですよ。プラスチック、なんか絶縁のためにプラスチックにしたとかいう話ね、をちらっと、視聴者の方が知っておりましたが、こんな感じね。非常にかっこいいカメラになりますね。もう時代、デザインがね、もうその当時って感じのデザインなんですけどね。一応ね、露出補正もね、これ3分の1ステップかな。僕はね、その使わないんで見ないんですけど、2分の1ステップかな。いや、これです。1ステップですね。何分の1というのはないです。で、プラス2からマイナス2の露出補正があります。で、シャッターをオートにしたかったらもう絞り優先しかないですね。これ、スピードをオートに合わせると。これなんか押さなきゃいけないのか。動かねえや。これどうやって動かすんだ。オートにならないと。まあ、わかんないな。ちょっとわかんない。オートに仕方があ、このボタンか。あ、でも動かないな。なんでだろう。よいしょ。まあ、ちょっとオートの仕方はわからないですけど、露出系がね、どの道ね、このカメラ、露出系が当てになりませんが、ということでいただいたんですけどもね、もう全部フルマニュアルで撮ってるんで、使ってない、オートシャッターは使ってないんですけども、一応絞り優先オートで露出補正がプラス2からマイナス2まで、あるみたいですね。まあ、すでに、ファインダーの方なんですけども、ファインダーの方はね、もうミノルタなんでね、もういいことないです。本当にミノルタのファインダーってね、本当に綺麗なんですよね。まあ、二眼レフ時代からファインダーには定評があるミノルタということでね、購入する方がありましたら、ぜひね、堪能していただければと思います。今日のカメラ紹介はね、こんな感じになります。ミノルタ XE ね、流通がね、少ないんで、値段はやっぱりね、出たとこ勝負になっていきますし、競る相手次第ではぐんぐん上がっていくものと思いますが、シャッターのトラブルはしっかり確認して購入した方がいいですね。できればお店で購入した方がいいかもしれません。値段は張るかもしれないんですが、そのオークションとかでね、買ってね、時々シャッターのトラブルが出るとかいうよりは、お店で購入して、もしトラブルが出たらクレームをつけると、これ壊れてるじゃんっていうね、クレームをつけれますんでね、そっちの方がいいかもしれないですね。まあ、メンテナンスに出すとなると結構この手のカメラ、電子カメラなんで、難しいところがあると思います。出したからといって直ってくるとは限らないっていうことで、そこはね、もう古めかカメラと違うところなんでね、特にね、この1970年代、80年代の、電子カメラっていうのはね、修理が非常に難しいものになっていってるみたいなんでね、まあそこは注意が必要ですということでね。はい、今日のカメラ紹介はこんな感じです。ここからはね、いつもの視聴者様の作品投稿のコーナーになってまいります。はい、作品投稿のコーナー。今日のトップバッターは野良旅人さんですね。中年オタッキーさん、こんばんは。作品投稿です。2枚ですね。1枚目のタイトル、道草。カメラ、コニカミノルタ、アルファ7デジタル、ソニー A マウント1855ということですね。で、2枚目が作品投稿2が、梅雨だより。同じくコニカミノルタアルファ7デジタルソニー A マウント1855ということになりますね。安いカメラ、安いレンズで犬の散歩道でスナップ撮影しました。今回は望遠端及び最短撮影距離で撮影縛り。35mm フルサイズ換算で 82.5mm、最短撮影距離 0.25m、最大撮影倍率、
0.34 倍なのでかなりマクロチックな撮影が楽しめました。α7 で言ったら操作感がフィルムカメラっぽくて大好きです。610万画素でもなかなか良い写りで大満足ということですね。で作品なんですけどもね、これ発色が本当に素晴らしいですね。解像感はやはりもう一つということはありますが、まあ十分だと思います。柔らかい調子でいいって感じですね。2枚目の方も赤の発色がすごいですね。これもうちょっと光があったらなお良しだったかもしれませんが、非常に浅い被写界深度で撮られておりまして、ピントが合掌している場面はバッチリです。α7 デジタルね、もう高橋のカメララボの高橋さんが持ってるんでちょっと見せてもらったんですけど、とにかくファインダーが鳥肌立つぐらい綺麗です。もっとミノルタのファインダーすごいんだよね。はい、作品投稿、野良旅人さんありがとうございます。次がね、一都市九さんの作品投稿で2枚ですね。1枚目がね、平凡ですが、タイトルタンポポっていうことでね、ニコン F フォトミック、オート 50mmF2、RVP50、ベルビアですね。で、2枚目がね、なしかな、これ。ニコン F フォトミック、オート 50mmF2、RVP50、なしの花ですね、ごめんなさい。で、作品なんですけどもね、まあ、ベルビアで花を撮ってきたっていうことになるんですけども、まあ、解像感はこれニコンのレンズにしてはもう一つなのかな。どこにピントが来てるのかな。あ、出てますね、出てますね。手前の、タンポポに、ピントが合っておりますね。非常に綺麗な発色。ベルビアにしては標準的な発色になってるような気がしますね。で、2枚目の梨の花ですけど、光を十分に受けた梨の花ですが、こちらもね、ベルビアにしてはね、ナチュラルな発色になってます。これ面白いな。ベルビア50でもこんな色にね、出るんですね。いやー、なかなか、ディテールが細かいのはさすが、ベルビア。流浄度9ですかね。世界最高の流浄度になってますね。はい、H1O9 さんありがとうございます。次がね、ヒデさんからの投稿ですね。中年オタッキーさんこんばんは。いつも楽しく拝見させていただいてます。またまたお散歩カメラの投稿になります。カメラオリンパスペン EE。レンズ D 随行 28mmF3.5。富士カラー100ですね。作品名は2枚ともカフェな風景ですね。近所を散歩していたら、いつの間にかこの街には似つかわしくないおしゃれなカフェを発見。いつの間にできたので店主の了解をもとに写真を撮らせていただきました。北側なので光はないですが、それが帰ってよかったかなと思います。よろしくお願いしますということですね。確かにね、光はないんですけども、非常に雰囲気のあるお店ですね。結構これお金かけて作ってありますね。まあ、街に似つかわないで、まあ、僕はその街わからないんですけど、特に2枚目の写真なんか本当にね、おしゃれな雰囲気が伝わってきます。これね、影の部分で、富士カラー100で撮ってるということでね、非常に淡白な色にはなってますがね、まあ、確かにね、ちょっと、絵画調な感じで写っておりますね。はい、ヒデさんさんありがとうございます。次がね、トゴリンさんかな。オタッキーさんこんにちは。雨が多くなり近所を歩いてたら思わぬものが電柱にかけられており、なぜこんなところにこんなものが、不思議な光景だったので撮影しました。後日同じ場所を通ってみましたが、もうなくなっておりました。持ち主に帰ったのならばよかったと思います。タイトル、雨の日に持ち主を待つ。カメラがライカ M4P ズミクロン 50mmF2、撮影フィルムがコダック TMAX100、 贅沢な組み合わせですね。D76 50% 希釈、19度10分20秒で現像したということですね。TMAX を初めて現像しました。仕上がったネガの美しさにびっくり。フィルムそれぞれに個性があり、いろいろ試してみたくなりますね。今度は TMAX 現像液を購入したので、専用現像液での、仕上がりが楽しみですということですね。TMAX デベロッパーってやつですね。写真なんですけども、これ本当にね、雰囲気のある写真でね、電信柱にこれメガネが引っ掛けてあるんですね。これ誰かが忘れていったものになるんでしょうけど、メガネもいいんですけどね、傘を差して歩く女性がね、ピンボケで写ってる、ぼかして写ってある、非常に雰囲気のあるね、これ多分シャッターチャンスを待ったんでしょうけど、なかなかいい写真になってると思います。雨の日の写真ね、こういう雰囲気のある写真もいいと思いますね。はい、トゴリンさんありがとうございます。次が最後かな。
はい、最後はチムニーさんの投稿ですね、作品投稿のコーナーにお願いします。カメラペンタックス SPF、レンズはペンタコンオート 50mmF1.8、フィルムは富士の業務用100、M42 オールドレンズとしては王道でしょうか。絞りバネが開放のまま出てこないジャンクのペンタコンを購入して、そのうち修理しようと思っていたんですが、放置していたら自然治癒能力が発動し絞りバネが出るようになりましたので試写をしてまいりました。レンズ自体の状態は傷もカビも曇りもなく新品同様バリバリ。ジャンクで買って年老いた SPF もシャッターマークのテンション調整をしてシャッター速度精度を追い込んで現役ビンビンになり、我が家で第一線で活躍するカメラとなりました。そしてこのペンタコン撮ってみたら解像度抜群、荒々しいボケ感、色合いもナチュラル、最短撮影距離33センチのマクロレンズのように使える万能感、気に入りました。タイトルは1枚目、林道に現れたの観音様、2枚目はおっさん2人でピクニックですね。お願いしますということなんですけどもね、これがなかなかの写りになってますね。これ、お地蔵さん馬頭観音っていうね、文字がはっきり写っております。なかなかの解像度、ボケがまたねすごい独特でね、ちょっと渦巻き状にリングボケが出ておりますね。これは美しいボケだと思いますね。変わったボケですけどね。で、2枚目の方はね、おっさん2人でピクニックということですけどね、もうこれ見たらね、おにぎりが食べたくなりました。非常にいい写りとなっております。もうちょっとアップで撮ってもよかったかもしれなかったですね。はい、チムニーさんありがとうございます。作品投稿のコーナー今日はここまで、ここからはね、俺のカメラのコーナーになってまいります。はい、俺のカメラのコーナー、今日はケンちゃんさんの俺のカメラですね。俺のカメラに投稿しますということですね。コシナ CT1G、K マウントですね。シャッタースピード1から1000分の1秒までということですね。レンズは SMC ペンタックス M、40から80、F2.8 から4っていうね、レンズがついております。これってね、あれかな、リコーの XR8 あたりと同じ、ボディを持ってるやつだったかな。K マウントのね、カメラということで、コシナからも出てる。まあ、言うたら、たくさんのメーカーからね、このカメラ、マウントを変えたりして出てるカメラになりますが、巻き上げハンドルのところを見るとね、その面影がしっかり残ってるんですね、ちゃんとね。いろんなメーカーから出てる。まあ、フルメカシャッターキーで、これは1000分の1秒なんですね。XR8 2000分の1秒まであったんじゃないかな。いろいろとメーカーによって仕様が違うのかもしれませんが、まあ、K マウントということでいろんなレンズが使える、面白いカメラになると思いますね。まあ、総プラスチックではあるんですけどね。でね、今日はね、シャッターオン選手権も来ておりますね。はい、痺れるシャッターオン選手権に投稿しますということですね。デラウマさんの投稿になります。カメラはね、これね、ゼンザブロニカなんですね。これ音を聞いていただきましょうか。なかなかね、凄まじい音が出てますけどね。まあ、巻き上げ動作とかもね、非常にね、大きくてね、すごいことになってますね。でね、シャッター音を投稿される方に、ちょっとね、あんまり長い動画を投稿するとね、編集がかなり大変なんで、10秒前後でお願いしますね。結構長く投稿される方もいらっしゃいますんで、あと、投稿先は俺のカメラと同じく、中年オタッキー2の方に投稿いただけと思います。中年オタッキー本赤の方は作品投稿がものすごいことになってまして結構混雑してますので、ご協力よろしくお願いします。でね、ここからはね、やったやっちまったのコーナー、久しぶりに来ました。やったやっちまったのコーナーになります。はい、やったやっちまったのコーナー、今日はね、ケンちゃんさんのこれやったなのかな、やっちまったなのかな、やったやっちまったコーナーに投稿です。1円落札富士花 35mm、 底部に巻き上げ、ピントは背面中央のダイヤルと変なやつです。
ノートで送って、あ、こっち側か、シャッターは渋かったので、中油、ミシン油、あちこち錆びてましたが、中は綺麗です。底面から、修理が上がった RX 初代で撮影、背面です。まさか、このダイヤルがピンター合わせとは思わないよね、ということなんですけど。これ3枚目のね、写真なんですけどもね、ダイヤルがね、その右手で操作する、親指でおそらく操作するんでしょうけど、これでピント合わせなんですね。先日ね、フジカ35オート M っていうカメラを紹介しました。あれも相当変だったんですけど、こいつはもっと変ですね。フジカこの頃結構面白い構造にこだわっていたのかな。写りはね、もうね、多分同じようなレンズなんで、写りは抜群にいいと思うんですけど、これも僕も使ってみたくなりましたね。チャンスがあれば入手しようと思います。ケンちゃんさんありがとうございます。これやったーになるのかな？一応動くんですよね。やった、1円だったら全然やったーですね。はい、今日のね、動画はここまでになります。いかがだったでしょうか。もうね、コロナ禍の折ね、もう皆さん、その外出自粛ってことで、結構ストレスが溜まっていると思いますが、ね、もう田舎とかでは結構ワクチンがね、普及してきてね、10% ぐらい普及してる自治体も少なくなくなってきたと思います。もうちょっとの辛抱なんでね、ぜひともね、ワクチン接種するまでは、とにかく自粛で、感染対策をもうしばらく続けていただければと思いますね。はい、今日のね、動画はここまでになっていきます。高評価、コメントの方ね、どしどしよろしくお願いします。コメントの方ね、全然追いついてませんし、返す暇もなくてちょっと困ってますが、またコメントね、いただければと思います。で、高評価の方はね、ポチッと押すだけなんで、今すぐ押していただければと思いますね。で、チャンネル登録の方はね、ちょっとね、もう完全にね、失速してね、普段通り、まあ一応増えてるんですけどね、普段通りに戻っております。月だいたい70から80のペースで増えていっておりますね。で、5000名になるとね、今度5000名なんでね、一眼レフカメラのプレゼントでもしようかなと、もうそれとも、オリンパスペンをプレゼントするかとか、まあいろいろ考えておりますが、5000名到達したらね、カメラプレゼントまたやりますので、ぜひぜひチャンネル登録、まだの方チャンネル登録してお待ちください。バイクチャンネルの方もね、Vlog をね、新しく出しますので、ぜひね、バイクに興味のない方もね、チャンネル登録してお待ちいただければと思います。はい、今日の動画はこんな感じです。最後まで見ていただきありがとうございました。ちょっと梅雨本番になってくるかどうかわかりませんが、雨に濡れて風邪などひかないように皆様ご注意くださいませ。はい、それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ごきげんよう。さよなら。